ございます、茂女です。今回は美容シリーズ第2弾ということで毛穴洗浄していただくと思います。どんな感じになるのか楽しみですね。ピンポンピンポンパンポン。じゃあ本日はよろしくお願いします。お願いします。お名前の方がかよと言います。かよさん、はい、よろしくお願いします。お願いします。始まるよ。何の機械なんですか？これが蒸気が出る機械になってます。蒸気で温めながら毛穴の汚れを落としてくるって感じになってます。ね、ほとんどのサロンさんとかだと、はい、ハイドラフェイシャルっていうのが水を使ってやったりするサロンさんが多いんですね。はい。けどうちだと美容液を贅沢に使って落としていきます。なるほど。先にクレンジングの方からやっていきますね。はい。すごいすごい。岡崎遠くて名古屋の方から来る方もいます。出してきます、はい。これは今状態的にどういう状態なんですか？今泡泡な状態です。これが今洗顔です、ね。おお、なるほど。毛穴洗浄みたいなのってなんかどんくらいの周期で来るとかってあるんですか？2週間に1回ぐらいが望ましいですね。おまあちょっと難しい方とかだったら1ヶ月に1回とか。ああなるほど、うん、やっぱ1回やると次また、はい、あのどん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 綺麗になっていくので。おお、はい、なるほど。洗浄していきます。ありがとうございます。で最初に A 液、はい、A、B って液があるんですけど、はい、A 液の方を最初にしていきたいと思います、はい、この液はターンオーバーとかシミとか、はい、色素沈着に効果があるですね。で顔の表面の汚れを最初に取っていく感じです。ああ、なるほど。めっちゃ座り取る。まだこれは序の口ですね。おそれで、はい、特にここ気になるよとかそういうところってありますか？どうなんですかね、もうなんか体をボディーソープで全部洗ってる男なんで。マジですか？自分髪の毛ギシギシですえ、髪の毛もボディーソープ？あ、もうやっちゃってますね。あら、毛穴洗浄するメリット的なやつってあるんですか？メリット的なのは、はい、もうやっぱニキビでお困りの方とか、はい、ニキビも減ってくし、あと脂っこい肌の方とかはもう本当に自然な肌になってくるので。やるじゃないか。はい、じゃあ次に B 液の方にやっていきたいと思います。はい。でこっちの B 液の方が油分が多い方とかにおすすめの液になってて、はい、まあ、これで毛穴の引き締めとか毛穴汚れ、角質汚れ取ってきます。なので A 液よりより深くあの汚れを落としていきます。めっちゃ眠たくなりますね。これでも寝る方多いですですよね、うん、こう自分の顔面結構もう肌崩壊してるんですけど再生可能なんですか？再生可能ですよ。おこれ美容液の高級って言ったじゃないですか、はい、めっちゃ20種類ぐらい、はい、なんか成分、はい、いろんな成分が詰まってるんで。はい、じゃあ KMAX で。はい、お願いします、はい。じゃあ次にあの鼻からやっていきます、はい、よくここのここ、あ、はい、みんな白いのがたまりやすいんですよ。角質という、はい、これはもう完全に1回で取れます。あのハイドラフェイシャルが、はい、毛穴吸引がここまでになります、はい、で、毛穴吸引プラス光フェイシャルっていう特別コースがあるんですけど、はい、今のまでが、はい、ハイドラフェイシャルの全顔、はい、顔全体のコースです。ああ、なるほど。で、ここからが光フェイシャルもプラスして、はい、ハイドラフェイシャルプラス光フェイシャルのコースっていうのが超美肌コースっていうのがあるんですね、はい、それです、はい、今からやるのが、はい、はい、脱毛器の機械を使って光フェイシャルっていうのがあるんですね、はい、で、光フェイシャルでまたさらにトーンアップだとか、お肌の
化粧の量を良くしたりとか、あともうそれこそ今ニキビのフィルターで書いてニキビに対応して光を当てて深部まで効果が出るように。なるほど。肌の悩み的にどうですか？そうですか、もうダメージを受け続けてるので、なんかシワとかたるみが気になるよとか、あとニキビがどちらかといえば気になるよ。ニキビの方ですかね、多分。ニキビの方です、はい、フィルターが種類があるんですよ、はい、でそれぞれに対応して、はい、悩みに沿ってやれるので、はい、ニキビっていうことなので、はい、じゃあ当てていきます。どうですか？来ました？来ました。ちょっと下げますか？痛かったです？じゃあ、そうですね、ちょっとびっくりしました。ちょっとびっくりした。はい、ちょっとやめます。熱、はい、すぎて、うん、どのくらいの痛みがあれなのかよくわかんないですいや、もっと痛いです。あ、重いですか？皆さん、うーって言いますね。ちょっと離した痛いかもです。行きます。せーの。うわ来ました。はい、はい、頑張ってください。はい、はい、せーの。おー、これで光染色は終了になります。はい、今から最後の仕上げでパックしていきます。はいはい、このパックがジェルのジェル状のパックになってて、はい、だん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 泡が発生してきます。このままちょっといきますね。はい、どうですか今パチパチ。なんかめちゃなってますね。くすぶったい感じあります。そうですね、なんか顔の上で踊ってる感じです。もういい感じに泡が発生してるんで。お疲れ様です。ありがとうございます、はい、どうでしょうか。やるじゃないか。また比較画像を載せておきます。サンキュー。なんとこれが汚れらしいですね。やばこの白く浮いてるものとかが角質の汚れですね。はい、えー、だいぶ普通の色が水の無色透明な色なんで、はい、だいぶ濁ってるんで相当やばいですね、これ。おおきに。はい、とりあえず今回の毛穴洗浄が全て終わりました。どうですかね。どうですか。めっちゃツルツルになったんですけど、自分の鼻じゃない鼻になってますね、これ。完全にそうやってもらった方が早いと思います。次はあのリラクゼーション、揉みほぐしということで、相当あの体ガタガタなんで、自分リラクゼーションお願いしたいと思います。ありがとうございました。